はい、どうも皆さんこんにちは。今日は一人ビブリオバトルをお送りします。今日からですね、ちょっと新しいシリーズに入っていきたいと思います。今回はですね、不寛容論という本でございます。森本杏里さん、2020年新潮選書、でございます。で、本当はね、ちょっと別な本をね紹介しようと思ってたんですよ。もう紹介したい本が控えているんでいっぱいあの本当は違うことやろうと思ってたんだけど、ちょっと3月7日にね、読み終わったこの不寛容論がちょっとあまりにも面白かったんで、この面白い興奮冷めやらない状態で皆さんにご紹介したいなと思って、割り込ませていただいたというような、まあそんな本でございます、不寛容論ねで、森本杏里さんという方はですね、国際キリスト教大学ですね、 ICU というやつですね。まあ今だとその皇族の方もね通われているような、まあそんなね、大学がありますわ。で、まあ非常に名門ですね。でこの大学、ちなみにですね、高松の宮というですね、昭和天皇の弟さんですねが作られたというか、まあ日本でね、そのね、あの財団、なんていうの、寄付を、募られて、高松の宮様の肝入りのね、大学なんですよ、国際キリスト教大学で。あとダグラス・マッカーサーも確かアメリカの方で基金を集めたという、まあそういうね、歴史ある、だからまあ皇族が通われたりするんですけど、でまあ有名なところで言うと、まあいろんな方がここの大学を卒業していろんな分野で活躍されてるけれども、滝川クリステルとかって確か ICU ですよね。でも ICU の人のもう上げていったらキリがないぐらい有名な方いっぱいいらっしゃるんで、まあ、そういう大学です。でその大学で確かね、森本杏里さんって今副学長とかなさってるのかな。まあすごくいろんな分野で活躍されている方で、で専門はキリスト教なんですね。で以前アメリカの反知性主義というね本を紹介したかと思うんですけど、それが森本杏里さんが書いた、本でした。あとですね、僕の森本杏里さん自身を知ったのは、実は小田島隆さん経由で、僕小田島隆さんというコラムニストの方すごく好きで、で彼のツイートとかもすごい面白いし、ラジオもね、玉結びという、TBS の番組、週に1回30分ぐらい話される。それも面白い。で、コラムも面白い。で、本も何冊か読んでる中で、森本杏里さんについて何度か研究されてて、で、小田島隆さんの確かね、中学の同級生かなんかなんです。この森本杏里さんって方。で、杏里とひらがなで書くんですけど、男性の方で、ね、なんですよ。で、ね、女性と間違えられやすいね、名前かと思うんですけれども、まあ、男性で、ICU の副学長でいいと思う。間違ってたらすいません。で、キリスト教を教えてらっしゃる先生でございます。で、この方、最近も結構著作をですね、精力的に出されてまして、この不寛容論は特に面白かったんで、ちょっと皆さんに紹介したいなと思ったという話です。で、まあ、このね、本がなんで、今重要かというと、やっぱり今のね、世界の、キーワードっていうのは不寛容だと思うんですよ。まあ、不寛容がキーワードだっていう言い方もできるんですけど、あえて不寛容こそが今の、世界のキーワードだと言わせていただきたい。まあ、それはやっぱりですね、その、まあ、トランプ現象であり、またブレグジットであり、まあ、今もね、そのアメリカでね、そのブラックライブスマターっていうのが去年あった、その下の根も乾かぬうちにですね、いわゆるそのアジア系の差別、そして暴力というのが起こっている。もうそうなってくるとね、もうイエローライブスマターですよ。で、これはやっぱりアメリカに深く根付く、オーカ論っていうのが昔からありまして、オーカ論っていうのは、
肌の黄色い人たちが災いをもたらすというですね、そういう、まあ、アメリカってですね、いくつものパラノイアを抱えた国家なんですよ。パラノイア、神経的な恐怖というのを抱えた国家です。で、それはやっぱりアメリカの現在にまで、遡るんですよ。じゃあアメリカの現在って何かっていうと、やっぱりあれってね、アメリカって丘の上の町って皆さんよく聞いたことあると思うんですけど、丘の上の町ってあれってマタイの5章から取られてて、丘の、ま、上にある町は隠れることができませんと。だからあなた方の光を輝かせなさいという、そのね、燭台を松の下に置く者はいませんというくだりがあるんですよ。三条の水君で。そこから取られてて、アメリカという国はピューリタンがですね、キリスト教の光を新しい大陸に持ってきて、で、丘の上に町を建てるんだという、そういう建国の理念があるんですけども、実は、この丘の上の町ってね、実はね、続きがあって、その、建てたと思った丘は誰か他のものだったっていうオチがついてるんですよ。つまりそれがネイティブアメリカンなんです。つまりアメリカってですね、そのネイティブアメリカンをやっぱり、まあ本当に文字通り虐殺ということも行いました。ね、戦争と名の付く虐殺。そしてまたその彼らに契約の概念がなかったから、ネイティブアメリカンにね。だからそれをいいことにどんどん契約書を書かせていって、その土地を奪っていったということがあります。で、それってやっぱアメリカの現在なんですよ。ね。で、その現在というものが、やっぱりアメリカという国の記憶の中に消すことのできない、なんていうんですかね、その トラウマというか罪悪感というか、そういうのがあるから、アメリカってですね、常に自分たちも誰かに侵略されるんじゃないかというパラノイアに苦しめられ続ける国でもあるんです。で、これはアメリカの宿命でして、で、これパラノイア合衆国という面白い本があって、その中に詳しく書かれてるんですよ。で、じゃあその、じゃあ誰かに乗っ取られるかもしれないっていう相手がある時はユダヤ人になるし、ある時は黒人になるし、ある時はアジア人になるんです。で、このアジア人に向いた時がオーカロンという。で、オーカロンってアメリカで何回かの波がありまして、第二次世界大戦の真珠湾というのはそのピークの一つなんですけれども、で、今ですね、そのコロナウイルスが武漢から始まった、中国から始まったっていうことで、そしてまたそれ以前からやっぱりその我々のその覇権を中国に奪われるんじゃないかっていうですね、恐れを、アメリカ人はね、その抱えてるからこそトランプが選ばれたということも実はあったりするんで、やっぱりその今オーカロンのもう一つのピーク、その真珠湾以来のピークが来てるのかなと思います。で、何の話かというと、ちょっと話と、それすぎましたけれども、そのアメリカの歴史というものを考える上で、その不寛容ですねっていうのがすごいキーワードになってくると。で、今こそ、じゃあ今その不寛容ということを今の起きている現象の上に不寛容ということに関する議論を深めるのも有意義なんだけれども、今のような時期こそですね、アメリカにおける寛容というもののルーツを本当にもう国家の創設の歴史から遡ることで、要は迷った時は原点に立ち戻れって言うじゃないですか。で、それを森本杏里さんはこの本でまさにしようとしてるんです。じゃあ具体的には何かというと、いわゆるアメリカってですね、独立記念日ってあるじゃないですか。7月6日でよかったんでしたっけ。で、あの独立っていうのがあるんだけど、それ以前はアメリカは1600年代とかってイギリスの植民地なんですよ、表向きは。はい。だから宗主国がイギリスであって、で、何をするにもアメリカはイギリスに伺いを立てて行ってたという歴史があるんですね。で、その時代に活躍した人たちの中にロジャー・ウィリアムズという人物がいます。で、この人物、アメリカのその歴史ですね、アメリカ人が教科書で学ぶアメリカ史の中にも、なんていうの、そのベンジャミン・フランクリンとかさ、そういうジョージ・ワシントンとかね、そういう建国の父たちと並んで語られるような人じゃないんですよ。もうむしろもうちょっとマイナーな人で、アメリカ人ですら知らない人が多いし、まして日本人なんて聞いたこともないという人がほとんどだと思います。僕も聞いたことなかったです。でも実はアメリカの寛容論ということを考える上で、このロジャー・ウィリアムズという人抜きに語ることができないんだよっていうのが、森本杏里さんがこの本で語っている
ていることで、まさに僕も読んで本当にその通りだと思いました。それについて、これからですね、詳しく、語っていきたいと思います。で、その英国植民地時代のアメリカですね、これってちょっと僕もそのアメリカ史ね、本当に僕そもそもね歴史の知識浅いですから、やっぱり高校で理系を選んで、ね地理をね専攻しましたから、やっぱ本当に日本史世界史っていうのが本当に大人になって後悔していることの一つなんだけど、だから社会人になってキャッチアップした情報しかね、だからすごくやっぱり骨太のね、やっぱり東大の文系受けた人とかからすると本当にこいつ何も知らねえなってことになると思うんですよ。でもだからやっぱりそのアメリカのねその初期のその勢力図とか本当にこの本で読んで知ったこといっぱいあって、例えばねそのアメリカってさ、そのニューヨークあるじゃないですか。で マサチューセッツ州っていうのがいわゆるもうアメリカのグラウンドゼロなんですね。ニューヨークってマサチューセッツの下っていうか南に、地図で言うと下、南にあるわけですよ。島なんですよ。そのマンハッタントン、マンハッタン島ね。で、マサチューセッツ州っていうのがあって、でロードアイランド州っていうのがその下かなにあるんですよ。で、あの辺って本当にくちゃくちゃってなってるから結構日本人の中でもじゃあ地図描けと言われたら描けない人も多いんじゃないかなと思うんですけど、実はあの辺ってすごい大事な部分で、で政党はどこにあるかというと、マサチューセッツにあるわけですね。つまりそのボストンですよ。だからボストン茶会とかあるじゃないですか。で、ボストンに、こそ、なんていうのかな、そのメイクインゴでしたっけが、入校していって、で、その建国の父祖たちがね、そこに立ってとかっていう、やっぱりそのあそここそが政党なわけですよ。で、あそこはやっぱり ボストン、そしてマサチューセッツっていうのは、その本国、英国との結びつきも強いんですよ。で、その下にあるロードアイランドという州は何かというと、そこからさらに弾き出された人たちの、なんていうのかな、ちょっとはぐれ者たちの州だったんですって。これ、この本で知ったんですけど、どうはぐれ者かというと、アメリカってね、要は英国国教会に縛られたくないんだぜっていう人たちが宗教的な自由を求めて、建国したっていう歴史があるじゃないですか。で、じゃあそのはぐれた人たちってどういう宗派に属していたかというと、確か改宗派が一番多かったんじゃなかったっけ、だと思います。ごめんなさい、記憶間違ってたらごめんなさい。改宗派でよかったと思うんですけど、あと長老派とかも結構多いんだよね。プリンストンとかが長老派だったりするんで、で、ね、で、ハーバードとかプリンストンとかってまさにそういう人たちの牧師を養成しようっていう大学なんでね。で、そのじゃあ改宗派とかじゃあ長老派としましょうよ。そうするとさらにそこからはぐれる人たちがいるんですよ。で、この人たちが実はバプテストであり、ね、クエーカーであり、あとなんとかな、忘れちゃった、アドベンティストとかも入ってたのかな、いわゆるそのオーソドクシーっていうのが、当時は英国国教会にあったんですよ。でも我々はアリューダっていう自覚があるんですよね、改宗派の人たちというか、そのアメリカに移ってきたピューリタンの人たちね。で、メソジストか、だからメソジストとかも政党に入るのかな。だからそういう人たちの中にも実はその逃げてきた人たちにも多数派と少数派がいるんですよ。で、バプテストってね、今でこそもうアメリカを代表する宗派になってるけど、当時はものすごい際物を見るような目で見られていた宗派がバプテストなんですよ。で、まさに今から論じるロジャー・ウィリアムスという人はアメリカの最初のバプテスト教会を作った人なんです。で、このバプテストとか、そのね、あとはクエーカーね。で、クエーカーってあのさ、クエーカーって僕クエーカーオーツあるじゃないですか。あるじゃないですかって言ってもわかんないか。まあ、オートミール。オートミールのでっかい箱があるんですよ。で、まあ、コストコとかに行くとね、もうズドーンっていう箱があるんですよ。ね。で、4キロぐらい入った。ね。で、それにズドーンつってなくての、その、いわゆるシューベルトのなんかカツラみたいなの被ったおじさんがあって、あれがまさにクエーカーの指導者の有名な人なんですって。で、だから、あそこにクエーカーオーツっていう、クエーカーっていうね、名前が残ってるんだけど、クエーカーってね、結構今は、そんなに、
なんていうかな、まあ、そんなに変な人たちじゃないっていうのも失礼だけど、ね、ちゃんと認められてるんだけど、結構ね、当時は本当にね、結構ね、クエイカーって、結構キワキワの信仰者たちだったんですよ。で、実際、この本の後半出てくるんですけど、彼らの指摘してたことって結構やばいことなんです。うん、でその本当にこう既存の教会のね、なんかこう邪魔をしたりとかねしてねたんですよ、なんかね、うん、で、なんか結婚とかもちょっとユニークな制度があったりとかしたんだから、まあ、で、そんなんがあって、で、今はそれがないんだけどっていう話で、で、バプテストはやっぱり洗礼についてものすごくエッジを立ててたから、距離的にね。でもあいつらは際物だと思われていて。で、だからアメリカは、その、英国国教会に蹴り出された人たちが、ね、流れ着いたのがマサチューセッツなんだけども、そのマサチューセッツの中で、さらに蹴り出されたのがバプテストであり、クエーカーなんですよ。で、その、さらに蹴り出された人たちの一人がロジャー・ウィリアムズという人であり、彼はまあバプテスト教会の指導者だったと。はい。で、この人に関する本なんです、この本って。ちょっと前置き長くてすみませんね。この本ちょっとすごい面白いんで、ちょっと前置きをちょっと丁寧に素描してから本題に入っていきたいと思いますね。で、ちなみに、ウィキペディア。で、ロジャー・ウィリアムズ、引くとこう出てくるんですよ。1603年12月21日生まれ、1683年4月1日没と。で、イギリス生まれの神学者であり、政教分離原則の著名な提案者であり、アメリカン・インディアンの公正な扱いを主導し、アメリカ合衆国ロードアイランド州プロビデンス市の創設者であるとともに、ロードアイランド植民地の共同創設者でもあると。で、アメリカでは最初あるいは2番目のバプテスト教会を創立したという。こういう略歴になるんですね。で、そのロードアイランド州プロビデンスっていうのがまさにそのはぐれ者の理想郷と言われてた町なんですって。で、この町の、まあ、市の重役も務めたのが、この、ロジャー・ウィリアムスという人。そしてこのロジャー・ウィリアムスという人の説いた寛容の論理というのが、まさに今この21世紀に我々がこの不寛容の時代に学ぶべき寛容なのではないかというのが、森本杏里さんがこの本で主張していること。本当にね、僕ね、ちょっとこの本感動すら覚えましたので、ちょっと丁寧にね解説したいなと思います。今日はちょっと2箇所ぐらい引用できるかなと思うんですけど、で、ちなみに今日はちょっとロジャー・ウィリアムスさん本人まで到達しないと思います。でも前置きの部分で十分面白いんで、今日はちょっとまずじゃあその前置きの部分でね、前書きでその森本杏里さんがじゃあ日本人って寛容についてどう思ってんのみたいな話を始めるんですよ。それがすごく面白くて、で寛容論っていうとね、なんかね日本人って結構よく言うことがあって、それがその日本人は多宗教だから寛容だと。でもアメリカ人とか欧米の人は一神教だから不寛容だっていう論理ってあるじゃないですか。で、あれって間違いなんだよってとこから始まるんですよ。で、これ間違いなんだよっていうのは、これ森本杏里さんが勝手にその印象論で語ってるんじゃなくて、これ調査から分かってるんです。で、5から6ページ読みますよ。日本の寛容論でもう一つよく聞かれるのが、キリスト教にせよイスラム教にせよ一神教はどうしても不寛容だという意見である。それと対になっているのは、日本は多神教だから寛容だという説で、これは床屋談義だけでなく学問的な見解としても論じられることがある。その発端となったものがあるんです。これ元ネタがあるんですよ。で、このその発端となったのは、農耕由来の多神教と砂漠由来の一神教という対比を論じた和辻哲郎であると。で、彼の風土論は、その後梅原武や山織哲夫といった昨今の日本研究者たちも継承され、欧米の対テロ戦争から始まった後はさらに拡大した拡散したと。で、だからその和辻さんがですね、まあ、広めた。で、これ僕この元の本もしかしたら読んでるかもしれないですけど、砂漠の思考、森の思考っていう本だった
気がするんですよね。で、まあ、とにかくこの偉い学者さんの和辻さんがそれを論じたんで、その後梅原さんであったりとか山織さん、まあ、その哲学の、ね、思想の世界で有名な方々がそれを踏襲して結構、人口に解釈した、そして、日本人の間でまことしやかに語られるようになり、またですね、2001年9月11日以降のテロですね。で、ブッシュ大統領が対テロ戦争をしました。で、小泉政権はそれを支持しました。で、その中でやっぱりイスラム教とキリスト教、やっぱり一神教同士で喧嘩するよねみたいな、でも我々多神教でよかったねみたいな、ね、そういう論議って結構常や談義的になされたんですよ。だけどね、これって実は本当なのって話で、続き読んでいきますね。日本人のこうした自己理解にはまず統計的な数字を示しておくのが良いかもしれない。2018年に刊行された現代日本の宗教事情では、編集者の赤江、宗正が、世界価値観調査のデータを用いて日本と他国を比較し、その惨憺たる結果を示している。指標に選ばれているのは中国、インド、アメリカ、ブラジル、パキスタンで、それぞれ無宗教、多神教、一神教など多様な宗教情勢を抱えた国々である。で、日本は細かな数字を省略して順位だけを記すとこうなってるんだそうです。まずですよ、多宗教の信者を信頼する人の割合では中国に次いで下から2番目だったそうです。はい、次いきますよ。多宗教の信者も道徳的であると考える人の割合は、この調査国中最低だったそうです。はい、次いきますよ。多宗教の信者と隣人になりたくないと答える、人は6つの国の中で一番多かったそうです。はい、次いきますよ。移民、外国人労働者と隣人になりたくないっていう人の割合はインドに次いで2番目に多かったそうです。これらの数字は宗教的に極めて不寛容な日本の現実を浮かび上がらせている。つまり、ね、データによれば日本人って世界でも、結構トップに来るぐらい宗教的に不寛容な国だっていうのが分かってるんですよ。はい、で、この調査でもう一つ興味深いのは、寛容度の低い日本と中国では宗教を重視する度合いも低いという事実である。実はこの調査では、一番低かったのは日本と中国だったんです。つまり日本人と中国人は、まあ、いろんな、ね、世界の国に比べて宗教的に不寛容だというのが分かったんです。でも同時に面白いのが、実は日本と中国で共通しているのは宗教を重視するという割合も低いというのが共通してたんですって。これ面白くないですか。で、ここ書いてるんですね、森本さん。つまりこの両国では何の宗教であるかを問わず、そもそも宗教というものに対する寛容度が低いのであると。はい、これ結構我々にとっては耳の痛い事実というかね、あんまり知りたくなかったっていう人も多いかと思うんですけども、でもまずはこの事実を直視するところからしかやっぱ日本の寛容ってね、語れないと思うんで、続けていきますね。日本人はクリスマスとお正月を一緒に祝い、生まれた時にはお宮参りをし、結婚式を教会であげ、葬式は寺に依頼する。だから宗教に寛容だというのが通説だが、こうして見る限りどうやらそれは上辺だけの話のようである。以上をまとめて、堀江は、これだからさっきのね、現代日本のね、宗教事情の著者でございますけれども、赤江かな?ごめんなさいね。では、一神教イコール不寛容、多神教の日本イコール寛容という説は事実と反対であると結論付ける。外来宗教との接触が少ないから自分たちは寛容だと思い込んでいるだけだというのであると。だから日本人って実はその寛容、俺たち寛容だぞと自己イメージね、そういう自己イメージを持ってて、寛容に関して自分を高く評価してるんだけど、実はその客観的に評価すると最低ランクなんですよ、日本人って、寛容に関して。だからつまり他に対して寛容だぜって言ってるのは他を知らないだけっていうことなんです。これってちょっと本当ただの世間知らずになっちゃうんで、やっぱこっから、やっぱこれから社会ってどうしたって国際化していくから、その中でもやっぱ国際標準の寛容を身につけていくために、やっぱこの不寛容論っていう本はすごく役に立つ本だと思います。なので皆さんと一緒に学んでいきたいなと思ったわけです。で、今日の、引用はここで、もう一箇所で終わりにしますけれども、ここでですね、じゃあなんでアメリカって実はですね、不寛容な国と思われてるかもしれないけど、実は統計的に見ると寛容な国の一つなんですよ。
で、じゃあその理由っていうのが何かっていうと、ロバート・パットナムというですね、有名な社会学者がいます。この人が書いたですね、孤独なボーリングという有名な本があって、この本めちゃくちゃ、いろんなところで参照されますんで、これ一冊読んどくとめちゃくちゃ現代します。僕も2016年に、孤独なボーリング読んで、本当にあの本は未だに、自分の中で時々思い出す本なんですよ。で、このロバート・パットナムが、アメリカの温調という、もうね、700ページぐらいあるんでしょうか。今ね、実は手元にあるんですけど、今図書館から借りてて、もうめちゃくちゃ分厚い本書いてて、でそのアメリカの論調ってまさに日本、アメリカの宗教多元性の話なんですよ。でこの本でパットナムが、アメリカ人って自分たちが思ってるよりも宗教に対して寛容だよっていうことを実証的に示していくんですけど、その理由をパットナムが分析している部分を、ご紹介しますね。これ森本杏里さんが分析しています、6ページから8ページです。ではアメリカはどうだろうか。他の国の現状を見て寛容という言葉を思い浮かべる人は少ないだろう。そうですよね、皆さんね、やっぱり議場乱入のニュースとかね、そのブラックライブズマターのデモのニュースとか、今だとね、アジア人のねに対する暴力のニュースとか、まあ、そういうのを見るともうなんて不寛容な国なんだと、我々勝手に思ってるかもしれないんだけど、これも印象論とは逆に、データを見ると別の、数字が浮かび上がってくるんですよ。だからやっぱりニュースってやっぱ極端なものしか我々聞かないんで、ニュースをもとにね、なんか世界観を構成するとおかしなことになると思いますよ。はい。だってニュースをもとに世界観を構成したら、道路では事故しか起こってないってことになりますからね。でもそんなことないじゃないですか。で、まあ、ちょっと話戻すといきますよ。だがこれも統計的な数字を見ると別の姿が浮かび上がってくる。2010年に社会学者のロバート・パットナムが、刊行したアメリカの温調では、先進工業国の中で例外的に宗教的なアメリカにおいて、多様な宗教の混在がいかに人々を結びつけ、総合的な寛容の精神を育んでいるかが示されている。アメリカと日本の違いは一言で言うと、一神教か多神教かではなく、多様か単一かということである。宗教が多様だということは、お互いの接触や移動も頻繁に起きるということである。で中略しまして、人は未知のものには不寛容に、既知のものには寛容になりやすい。特にこれは宗教や性の問題に関する態度決定で顕著であると。これそうですよね。だからキリスト教の友人が一人でもいる人ってキリスト教に対して寛容になりやすいと思うんですよ。イスラム教徒の友人が一人でもいる人って、イスラム教に対して寛容になりやすいと思うんですよ。LGBT の友人が一人でもいる人って LGBT に対して寛容になりやすいと思うんですよ。でこれ逆もしかりなんです。ね、LGBT の友人が一人もいない人は LGBT に不寛容になりやすいと思いますよね。はい、だからで言うとアメリカって実は本当に多種多様な人と個人的なに知り合いになりやすい国がアメリカなんだよってことなんですよ。いきますよ。自分の周りにそういう人がどれだけいるか、自分の知り合いでそういう人を思い浮かべることができるかどうかは寛容の判断では大きな要素になる。パットナムはこれをスーザンおばさん原理と呼んでいると。このスーザンおばさん原理っていうのが面白くて、The Aunt Susan Theory っていうんですけど、もうまさにスーザンおばさん原理ですね。スーザンおばさんの原理で、つまり、スーザンおばさんはレズビアンだからなっていうことを想像できる人は LGBT に対して寛容になりやすいはずですよね。あんなまともな人がレズビアンだったら、まあ、ね、LGBT ってきっとね、まともな、本当に誠実に生きてる人もいっぱいいらっしゃるんだろうなと思うと。でもスーザンおばさんがいない人にとってはニュースとかで見るね、なんかこう、ゲイバーとかでもうエイズが蔓延しているみたいなニュースばっかり見てたら、それは不寛容になっていきますよね。でスーザンおばさんがじゃあユダヤ人だったとするならば、あのスーザンおばさんがユダヤ人だったらユダヤ人の陰謀論なんてありえないってことが分かったりするわけじゃないですか。でこれはスーザンおばさん原理っていう、これキリスト教でもそうだしイスラム教でもそう。で多様性と流動性はアメリカ社会の寛容さを全体として下支えしていると。でこれね、実際ねロバート・パットナム自身がこの人自身の略歴がね、このアメリカ文章の第一章僕ちょっと読んだんですけど、そこに紹介されてて、ロバート・パットナム自身がね、確かね、福音主義の教会でよかったのかな、改宗派だったかな、の家庭で生まれてるんですよ。だけど途中でカトリックの配偶者と結婚してカトリックに改宗します、パットナム。
で、そしてパットマムの子供は今福音派の教会に行ってるんですよ。でパットナムのその兄弟はの一人は、ユダヤ教に改宗したのかな。で無神論の兄弟もいるんですよ。でそのなんかもう世界のねなんか縮図みたいになるんです。家族でみんなリユニオンして大家族で集まると。でもその人たちとバーベキューしててその人の一人その人たちの一人としておかしな人はいないわけですよ。みんなまともだしみんな心優しいしみんなね他人思いだしね、親思いだし兄弟思いだし子供思いね。そうするとあらゆる宗教に対して寛容になっていくというのは自然の道理でっていう話なんですよ。これがまさにスーザン・おばさん原理っていうんですよ。でだから自分の宗教だけが真実だと信じるハードコア信者はほんの1割しかいないんです。アメリカにも確かに自分の宗教だけが真実だ他の宗教は滅びればいいと思っている人はいます。だけどそれはほんの1割しかいないっていうのがパットナムの調査結果なんです。でたった 10% の人たちが言ってることなんですよ。自分の宗教だけが排他的に正しいっていうのは。でもその極端な意見が拡散するのがやっぱりネット社会の危ないところなんだけどね。で、続きを読みますとアメリカ人の8割は多くの宗教に真実があると考えている。でこの数字はアメリカを不寛容なキリスト教一色の国とみなしてきた、人、まあ、日本人にとってはかなり意外に聞こえるはずであるというところで、もう30分経ちましたんで今回は導入としてですね第1回お送りしました不寛容論、多分このシリーズは多分4回以上になるんじゃないかなって感じはしますね。引用箇所も多いんで、非常に面白い書物なんで、まあ、これからの次回以降も楽しみにしてください。本日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それでは次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。